木です。皆さんバーガーキングは行ったことがありますか？僕は1回だけバーガーキングを動画で紹介したことがあるんだけど、そんなバーガーキングさん、なんと今回食べ放題を実施しております。超巨大なハンバーガーの食べ放題みたいな。で、結構いろんなニュースサイトに取り上げられてて、書き出しみたいな感じで書かれてんねん。その書き出しがなんか YouTuber の人のタイトルみたいな感じやねん。すみかっこやばすぎって書いてんねん。すみかっこやばすぎ、バーガーキングの食べ放題超ワンパウンドビーフバーガーザチャレンジに行ってきた。やがて考えるのをやめたっていうそのニュースサイトがあって、はいはいはい、考えるのをやめたって。ジョジョやん。なんか、あ、45分間ないやん。で、超ワンパウンドビーフバーガーが食べ放題。2個食べれば元が取れるみたいな感じらしいよね。食べ放題じゃないよ。何？食べたい放題。そういう造語言ってんすか？そうなんですよ。うん、一緒一緒。1633キロカロリー、4枚のパティと 608g、 まあだから2個食ったら1キロ超えんねん。で、参加費が2900円、で1人前が2100円だし。あー、なるほど。まあだから2個食ったらそういうことやね。元取れんのか。でもどんぐらい食えんねやろ。シンプルに気になるなっていう。なんかサイトによると、なんか今のところ出た最高記録7個食った人がおるらしいわ。それ多分ショーケンさんちゃん。やってた。というわけで、まあ、本日私竹焼がバーガーキングを私何個食べれることができるのか早速やっていきましょう。竹焼ショー。さあバーガーキングに着きました。オープニングと衣装変わっとる。夏らしく言おうかなと。なるほど。というわけで、今回果たして何個食べることができるのか。まあでも今今日じゃ腹ペコ状態なので、これ5個いけると思います。なるほど。ということで今回の検証、果たしてバーガーキング何個食べることができるのか、早速店内に入っていきましょう。ということでバーガーキングのセットが届きました。これなんて名前やったっけ。超ワンパウンドビーフバーガーザチャレンジ、4日間限定開催で、予約券がもう発売されて、もう速完らしいよ。すごいな。で今回ちょっと特別に用意してもらってみたいな感じで。大阪ってここだけですか。大阪はここだけ。おお、唯一。なるほど。で各店舗で一番バーガーを食べた人は何に呼ばれるんですか。なんかこちらのミルサンクレール店っていう、はい、関東のバーガーキングさんの特別招待みたいな。と対決してもらって、でその対決をダイアンと素人さんがやめるっていう、なんか話がややこしくなってきた。まだぶち当たりたくないのにな。じゃあちょっと今回頑張らさせていただきます。はい、何分で40分でしたっけ。45分で、今30分経った時点でラストオーダーが終了で、なるほどなるほど。でまあどれくらい食べきれるかっていうので、最終的には完食していただいているのが条件。はいはいはい、あ、なるほど。 2.5 とかじゃなくてもう2個か3個か余った場合は、その同数で争った場合はまあグラムで。なるほどなるほど、わかりました。はい、本日は超ワンパンドビーフバーガーザチャレンジにお越しいただきまして誠にありがとうございます。ルールご説明いたしますので、はい、お聞きください。はい、本日はですね、バーガーキング自慢の直火焼きの 100% ビーフパティを4枚使用させていただきました。フレンチフライとですね、それからドリンク、いずれも食べ放題、飲み放題となっております。で、おかわりのオーダーはお手元の商品を完食していますことが条件となりますのでご注意ください。で、おかわりの際はですね、スタッフにお声掛け、もしくは挙手とそれ構いませんので、またお申し出ください。お席までお届けいたします。はい、それではですね、マキシマム超ワンパンのビーフバーガー食べたい放題をどうぞお楽しみください。いただきます。45分やりすぎやりすぎ、とんでもないって。これあかんで。これはで、さっき言ってたけど、バンズでパティがもう4枚連続やで、チーズチーズチーズ、ケチャップ、玉ねぎで、上の方になけなしのレタス、ほぼ肉ですわこれ。いただきます。直火、おお、うまっ。まあ、そもそもうまい。なんかでもさ、俺今回頑張れる気するわ。オレンジジュース濃っ、めっちゃ濃い。マジで。え、見た目そんな濃くないよな。めっちゃ濃い。うん、喉になんかこうまとわりついてくる。貞子みたいになんかこう、マジでまとわりついてくるわ。え、何これ、濃っ、マジ濃っ。こんな濃いな、食べ広しぐらい濃いぞ。めっちゃ濃いか。え、めっちゃ濃い。え、ちょ、飲んでみて一口。美味しいけど。何やこれは、赤いな。いや、味自体めっちゃうまい。ただひたすら同じ味なの。まあね、どこまで飽きずに食えるか。これでもポテトは若い製法がいいやつだ。
うん、バーガーのピンク。ああ、二口で苦しい。ただいま5分経過。お、ポテトうまい。知ってるかいみんな、アメリカ人っていうのはポテトのことも野菜って言うんだぜ。 It's a vegetable。 目標は何？現時点の目標。3か4ぐらい。ああ、3、4ぐらいか。でもほんまの大食いの人見てたらさ、流し込んでるよな。あ、すごいよな。おー、長いお付き合い。京都銀行です。なんでそんなシルキーうどんみたいな T シャツ着てるの？なんでそんなシルキーうどんみたいな T シャツ着てるの？結構いい感じなんですね。何の服？プラダとコラボした。プラダとコラボしてた。プラダとコラボしてたブランド。そうプラダではないんや。プラダではないけど、シルキーうどんやん。なんでポケットの服着てるの？あーちゃうね。素のあーって。でもマジで私の買ったら今日の服、うん、あ、じゃあ募集しよっか。こういう服着てほしいですよみたいな。何やろ、別に。一番イメージあるのがやっぱあれやけどな、初代の。楽しい。うん、ダサい。うまいね。今もダサい。はぁ、あ、あかん、もうきつい。まだ始めたばかりですか。もうきついよ。てかさ、この前さ、ヤフーニュースに載ってん。ヤフーニュース。うん。誰が？自分よ。マジで？うん。なんか悪口した。実施するか。ヤフーニュース乗るイコール悪いことちゃうんだよ。そんな文春砲食らったみたいな言い方やめてくれるから。何で乗ったの？1300万円の新車購入みたいな。あー、車の購入もクラウンに思い出が強すぎて少し悲しさもありますと複雑心中みたいなタイトル。誰が見んねん。でもさ、ヤフーのコメントってすごい荒れるっていうよな。さあ、何上位よ。ちょっと読んでいい？はい。やっぱ普段知らん人が見んもんな。まあまあそうやな。遠出する企画が多いけど、遠出するような車じゃなくね、駐車場も止めてても苦労してたし、もう一台買おうって。これまた置いてるやん、こいつ。絶対に遠出ようじゃないのよ。でも絶対に多分また数年間で10万キロ走ってんやろな。いや、だからこういう高級車やのにこき使ってるみたいな。なるほどね。感じに思われてるんやろな。ほんまに叙々苑で水ばっか頼むみたいなもんやろな。溶けた若者 YouTuber も苦手な私ですが、この人はいろいろな分野に手を抜かずにやっとるよ。一つのカテゴリーで頑張ってるおっさん YouTuber が叶わないくらい。でも登録する気がさらさらないけどね。最後のいる？最後のいらんやん、しろよ。なぜにレクサス？クラウンで思い出あるなら潰れるまで乗ればいいのに。いや、11万キロ走っとんねん。まあまあやったわ、頑張ったわ。お前俺の動画見たことないやろ。ハンドルカバーボロボロやってんの。擦り切れるほど乗っとったわ。誰この人。でも嬉しいね、こうやってまた新しい層の技術できるのが。確かに、いいことやね。うん、ヤフーさんどんどん乗っけててください。さあ、2個目注文しましょう。じゃあ、2個目いただきます。あ、やばい、苦しい。やばい、これやばっ。顔ぐらい乗ってたんだよ。さ、セット食う気にならなあかんからさ、ポテト食う気にねんけど、ポテトもきつい。芋って胃にたまる。てかさ、この服チャンネル登録者200万人記念でもらいました。こっちゃんに今回ね、一緒に、そうそう、淡路島に旅行行ったんや、みんなで。これ来るけどさ、ハワイ後輩やで。で、淡路一緒に行って、もう完全にプライベートでというかさ、仕事オフでしていきたいねって言ってて、で、まあカメラほぼ回さずに行ってんけど、まあ写真だけ撮って、で、その時に撮った写真がさ、ジャケ写やなみたいな写真撮れてんけど、ちょっとみんな見てくれる？ね、どこや？あった、これや。これ。ジャケ写やん。サードシングル、サーフデイズやん。完全にナウオンセールやんな、これ。わー、
爽やかな夏ソングなんやろな。2番 B メロでラップとか入りそうっていうような、普通になんか写真撮ったらそんな感じのものが撮れましたっていう。いやもうそれこそね、200万の時に親にメッセージもくれたし、まあ本当にいろんな人に支えられてると思ってますわ。本当にセル編の時のご飯の気分、まあみんなが後ろおる今、みんなが後ろでもう頑張って大食いできるように、今バーガーキングの2つ3ついや4ついけるようにっていう背中を押してくれてる気するわ。あーバルーンの子いっぱい。ほらチリレーソー普通のハンバーガーの3粒ぐらいあるんじゃない？いや絶対それだわ。でも俺これ食ってて思った、なんかよくあるやんか、動画で見るより何々ですねみたいな。はい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 、はい、そこそ俺言われんねんけど、ありがたいことにさ、実物の方がイケメンですねみたいな言われるやん。ああそれ嬉しいな。言われてるくない？ああ確かに塩素だったな。うんな、何常に実物で見れてんねんから幸せやろ。ええ夢見や。その考え方が幸せやったらハッピーセットやな。マクドじゃないけど、いやそう、それと同じで動画で見るより多分ね、みんなが思ってる以上にエグい大きさ、バーガーの大きさが何やろな。あの動画で見たらちょっとちっちゃく見えるんって、なんかちょっとこじまり見えるよな。だからこれ2ついくっていう、今2ついこうとしてるやん、すごいことやと思う。もう毎回言ってるけど言わして、俺一般人代表やから、ほんまに食う人っていうのはもうレベチな話やからさ、ちょっと違うの。そう、その中で俺マジで検討してると思う。あのね、一つ言っていい、今回各店舗、まあ言ったら大阪やったら1店舗しかないからさ、大阪の店舗の一番食った代表者、本社に呼ばれるってやつ、うん、俺いける気する。え、これマジ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 、うん、っていうのを食ってみてよかった。あバトル漫画であるやん、拳交えただけで相手の強さ分かるみたいな。その感じ、一口食っただけでこいつの強さ分かった。俺いけるわ、ワクワクするんですよ、本社に行けると思ったら。いや、それぐらい結構今回エグい。なるほど。すごい。まあ、魔境ですよ。3つ目これ1個何グラムやったっけ？600ちょっとやったわ。おい、じゃあもう1キロ以上食ってるやん。そうです、カキ8枚です。やばい、ラストパート。うん、ここでタイムアップ。お疲れ様でした。あえて気になんか悔しいな、ハンバーガー2個って。でもどうなんやろ、量で言ったら頑張ったけどな。検討ましたよ。まあでもこれはちょっと責任持って食うわ。はい、改めて本当にごちそうさまでした。 2.2 ぐらいかな。すいません。すいません。あ、店長さんいらっしゃいますかね。今回私、2個食べました。2個え、3個ありました。あ、ちょっと余っちゃって、これは責任持って食べるんですけど。あ、ありがとうございます。でも、はい、もしかしてこの今2個の記録、はい、本社に呼ばれるだけのあれあるかなと思って、まあ、全くゼロ。全くゼロ。今のところ最高何個ですか？この店舗だけでも、音プラスちょっと出てるので全くのゼロです。他の店舗では最高なのぐらいですか？僕の知り合い限り7個なんだ。で、まあ、その、ね、3分2分に行かないと思いますか。帰ります。ありがとうございました。